少しずつ寒さが増し、冬の足音が近づいてまいりましたが、まだまだ寒暖差が著しい時期です。感染症等も流行する時期ですので、体調管理や予防に努めてまいりましょう。マイシティ土浦は、土浦市からのお知らせやイベントなど、身近な話題をお届けする情報番組です。現在、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、急遽予定していたイベントを中止または延期する場合や、市の施設が休館となる場合がありますのでご了承ください。なお、最新情報は市ホームページよりご確認ください。それでは初めにフラッシュニュースのコーナーです。今週は土浦市立図書館で行われたイベントの模様をお送りします。土浦市立図書館では10月27日から11月9日までの読書週間期間中に様々なイベントが開催されました。10月31日に出版社社長による講演会が行われました。付き合い方は今本当多種多様になっていくということが言えます。本がいいこと当たり前だろうと思うかもしれないんですけど、私どもはやっぱり本より良いものはこの世にないと思って作ってますから、その本の良さというものをいろんな形でお伝えしていかないといけないんだなという使命感に駆られて、こうやってお話をする。この出版社の裏話というイベントなんですけども、今回来ていただいたのが柏書房、平凡社、千曲書房という3社 の、 その女性全員女性の社長の方による講演ということになっています。出版社というとなかなかその漠然として本を作っているというようなイメージ持っている方が多いと思うんですけども、実際にどのような形で本を作っているのかとか、どのような考えで本を作っているのか、そういった出版社におけるその裏話というのを聞ければということで、その企画させていただきました。楽しんで聞いていただいたようで、こちらとしてもその企画した甲斐があったといいますか、喜んでいただいてよかったと思っています。普段聞くことができない出版社の裏話に参加された方たちは興味深く聞いていました。そうは言わないんです。その出版社の格付けですとか、その出版社の売れ行きとかで手のひらを返したくなる。それでは続いて土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸とお気に入りの場所で写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックへの掲載や番組での紹介をいたします。今回の写真はこちら、みおさんからの土フォトです。三重県の鳥羽水族館で撮影したそうです。トドと一緒に写真を撮りました。トドとお話ししているみたいで可愛く撮れましたというコメントをいただきました。みおさん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は認知症サポーター養成講座、光が作るアート、水郷桜イルミネーション、在宅療養を考える市民講演会、小中学校体育館を開放します、土浦市美術展覧会についてお送りします。はじめに認知症サポーター養成講座についてお知らせします。12月17日金曜日の午後2時30分から4時まで諏訪公民館で開催します。市内在住在学在勤の方でこの講座を受けたことがない方が対象となります。定員は
先着順で20人で、当日は筆記用具をご持参ください。12月13日月曜日までに電話でお申し込みください。詳しくは地域包括支援センター管轄までお問い合わせください。続いては光が作るアート水郷桜イルミネーションのお知らせです。12月1日水曜日から令和4年1月14日金曜日の午後5時から8時まで、霞ヶ浦総合公園オランダ型風車広場で桜や霞ヶ浦、花火などをモチーフにしたイルミネーションを点灯します。土浦の冬を告げる恒例のイルミネーションをぜひお楽しみください。詳しくは土浦市産業文化事業団までお問い合わせください。次は在宅療養を考える市民講演会についてお知らせします。令和4年1月29日土曜日の午後2時から3時30分まで、知って始める人生会議、人生の最終段階における医療やケアについて考えようをテーマに、住田真澄さんによる講演会を行います。場所は県南障害学習センターで、定員は先着順で100人です。1月14日金曜日までに高齢福祉課へ電話またはファックスでお申し込みください。なお申し込み書は高齢福祉課各中学校地区公民館、各支所出張所、ホームページにあります。詳しくは高齢福祉課までお問い合わせください。続いて小中学校の体育館開放についてお知らせします。利用対象はご覧のすべてを満たす団体です。利用時間は1日3時間以内です。12月7日火曜日までにスポーツ振興課またはホームページにある申し込み用紙に必要事項を記入し、郵送、メールまたは直接お申し込みください。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。最後は土浦市美術展覧会についてお知らせです。12月2日木曜日から12日日曜日の午前10時から午後6時まで、県内で最も歴史のある公募型美術展覧会を土浦市民ギャラリーにて開催します。日本画、洋画、彫刻、美術工芸、書、写真、デザインなどの作品を展示します。詳しくは土浦市美術展委員会までお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸じゃんけんです。次はウォッチング土浦です。今週は健康増進課から食会さんのコロナに負けない免疫アップ料理のコーナーです。
今回お料理を紹介してくれるのは山中筑紫部の皆さんです。今回のお料理は鶏胸肉とキノコ野菜の炒め物です。この料理は1人当たり約 90g の野菜が取れます。材料はご覧の通りです。ポイントとしてキノコはどんな種類でも大丈夫です。それでは早速調理開始です。鶏肉は皮や油の部分を取り除き、薄いそぎ切りにし、塩コショウを振り、片栗粉をまぶします。白菜は大きめのそぎ切り、椎茸は石突きを取り除き、縦半分に切ります。大きめの椎茸は4分の1にします。人参は2、3ミリの輪切り、長ネギは3センチ長さの斜め薄切り、レンコンは3ミリ厚さの輪切りにします。大きい場合は半月やいちょう切りにします。中華鍋にサラダ油を熱し、最初に鶏肉に火を通し、人参、レンコンを炒めます。続いて、椎茸、白菜の軸の部分、長ネギ、白菜の葉を強火で炒めます。具に火が通ったら顆粒だしを加え、最後に醤油を加えてひと混ぜしたら火を止めます。皆さん、ぜひ作ってみてください。献血ご協力のお願いです。12月はご覧の会場で献血が実施されます。献血は愛のアクション。わずか40分の献血で救われる命があります。皆さん、ぜひご協力ください。マイシティ土浦では、暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー菅井がお送りしました。